姫路市の神社で師走の伝統行事えと引きが行われ、来年のえとにちなんだ稲穂で作った巨大なイノシシの飾りが取り付けられました。姫路市安富町の鴨神社に運び込まれたイノシシの飾り、高さ、横幅、奥行きともに5メートルもの大きさで 2.5 トンもの重さがあります。巨大な江戸飾りを奉納する江戸引きは姫路で40年以上続く伝統行事で、地元で作られた酒米の稲穂を束ね、毎年1月半かけて作られます。今日は朝から雨が降る中、参道の入り口まで近所の子ども園に通う園児らおよそ50人が力を合わせて運び、クレーンを使って台座に設置しました。来年のイノシシ年は次の始まりに向けて新たな力を蓄える年だと言われていて、最後はみんなで願いを込めて通り染めを行いました。来年1年生かな、どんな年にしたい？かっこいい1年生になりたい。勉強頑張りたいです。サッカーになりたい。サッカー選手になりたいか、まだ考えてない。イノシシの巨大な干支飾りは正月には家内安全や商売繁盛を祈願する大勢の参拝客を出迎えます。